皆さん、バスが帰ってきましたお疲れ様です。もう大荷物を抱えて帰ってまいりました。もう本当に大荷物すぎて1ヶ月分の荷物、広島から持って行った分プラスさらに向こうで買った分が あって多すぎて、5泊分のキャリーバッグ LL サイズ、一番でっかいサイズの LL サイズのキャリーバッグ1個と、でさらにでっかいボストンバッグ1個と、で向こうで買ったでっかいボストンバッグみたいなやつの3個もね、3個の荷物パンパンになりまして、で2個、キャリーバッグ以外の2個は昨日郵送したんですよ。郵送したからまた後日届くんですけど、今日は重たいキャリーバッグをゴロゴロ引いて帰ってきました。そうなんです、もう本当に大荷物大荷物マンでした。こんばんは。ポスターもね、ポスターもいただいたんですけどね、もうやっぱり帰ってくる間にもうすでに昨日の帰りの時点でもうすでに曲がってて、これもうカクカクなんだけど、ポスターもうね、昨日マネージャーさんが見に来てくださってて、最終日で一緒に帰ってきたんですけど、そのマネージャーさんに渡した時点でもう会場で私たちでも結構カクカクで、これポスターこれ結構折れ曲がってるけど大丈夫って言われて、え大丈夫じゃないですって言ったけど、もう無理だったんですよ、もう助けようがなくて、悲しいことに。でもどうしてもこのポスター、私これです、これ私なんだよね、私これ、これが私ですあの舞台見てない方は信じがたいかもしれないんですけど、普段の私とは全然違う破壊ちゃんっていう役をさせていただきました本当にこうやって見てもらったら分かる通り、もう癖強個性強メンバー、しかもこのねお二人はビジュアル撮影の時点では普通だけど、本番では白塗りしてるっていう、もう本当になんかもうすごい、もう一人一人もう見てください、もうこの方が無数のさんなんですけど、もうひげとかこうなんかこういうちみまる子ちゃんとかのオープニングにいるようなひげが描いてあったりとか、そうこれが最初ですね、最初もすごいし、おきしなちゃんも頭に鳩とひよこが乗ってるんですよ、ウィッグの中にすごい個性強強の個性強強のポスターなんです。無事に持って帰ってきました。こんばんは。いや本当に、でね、これは舞台の中のとあるシーンで出てくるどっちつかずっていうバンドの名前のカレー、甘め辛め、甘めさん辛めさんっていう役がいるんですけど、甘めさん辛めさんどっちつかずのカレーです。カレーいただきました、食べたいと思います今度カレー台本私これ2冊目なんですけど、1冊目書き込みすぎてボロボロなったから2冊目の台本なんですけどね、こうやってもうほんと折れ曲がってたりとか、もうほんとこうやってシミになってたりとか、もうすごい、これがアドリブシーンのちょっと恥ずかしいか秘密やけど、アドリブシーンの
その稽古中とかに言ったセリフのやつ、ネタ帳みたいな感じのページ、これです。アドリブシーン、そう、そうなの、紹介したいものがいっぱい。あとさ、こうやってお誕生日にもらった、これはあの七虹のルーちゃん、四条ルナちゃんからいただいたクッキーなんだけど、メッセージ付きで、もったいなくて食べれなくって、もう他にもね、なんかじゃがりことかもいただいたんですよ。お誕生日おめでとうございますって言って、キットカットとか、キャストの方からタンプレ、タンプレがみんなお菓子とかドリンクで、みんな休みないからさ、買いに行く時間もなくてごめんねって言って、あのベルちゃん役の子とかはもうどうしてもあげたいものがあったんだけど、本当に買いに行く時間がなくて、毎日朝から夜までだから買いに行く時間なくて、チョコでごめんねって言ってチョコくれたりとか、あ、ひばりさんだ、ひばりさん、ひばりさん、ひばりさん、さっきカレーで紹介した辛め役のひばりさんがコメントしてくださってる、ありがとうございます。舞台が終わるまではショールーム見ないよって、終わったら行くねって言ってくださってたんですよ、初日の日から。本当に来てくださった、はかいちゃんです。1ヶ月お世話になりました、ありがとうございます。もうたくさんね、メイクさんからもタンプレいただいて、メイクさんからこんなにパックいっぱいいただいたんですよ。パックと、そう、ちょっとタンプレが荷物とね、まだ荷ほどきしてなくて、まだね、さっき帰ってきたから、ちょっとまだ開封できてないものもあるんですけど、メイクさんからいただいたやつ、キティちゃん、私がいつもキティちゃんの手鏡使ってるからか、あのセリフにもご当地キティちゃんっていうセリフが追加されたの。そう、じゃん、いいでしょう。昨日は沖さんと美穂も来てくれて、沖さんからたくさん、沖さんがいっぱいプレゼントくださったの。これずっと欲しかったやつ、リファのロックオイル。そうで、沖さんからのねプレゼントに、なんかこの超喉に良さそうな飴も入ってて、今日はお仕事中これをずっと持ち歩いて休憩時間に舐めてました。で、美穂からは、美穂からもらったグッチ見て、美穂からのタンプレでグッチ、私さ、グッチとか人生で持ったことないんやけどと思ってびっくりしました。田中美穂、グッチって言ってもあのコスメなんですけど、グッチのチークをね、チークってほっぺに塗るやついただいて、かわいい、グッチ、グッチ、勢いで爪がちょっと今当たっちゃった、最悪だ、ちょっと削れちゃった。大事に使います、ありがとうございます。もういっぱいあるの本当に。これが舞台のパンフレット。とにかく写りが悪いです。舞台のパンフレット、笑っちゃうぐらい一番漏れてなかった一番さ、あの漏れてたかったのに一番漏れてなかった普段と違いすぎて、なんか表情ガチガチでおもろいです。おすすめです。でですね、あの舞台の
舞台に来れなかった方も実は配信が決まりまして、配信が後日開始されます。はい、そしてなんか音源も解禁されるみたいな話だったんですよ。知らないんだけど、詳しくね何も聞いてなくて、アフタートークで今日解禁ですみたいな感じで急に発表があって、その後特に詳細も分かんないんだけど、そう、音源、あ、そう、 CD 音源、 CD でそう出るみたいな話だったから、でも何も分かんないです、詳細は、うん、詳細は不明なんですがお待ちください。パセの歌も2曲ほどあるので、シンディの歌がおすすめです。そう、なんかね、どの曲が全部が入ってるのかとかなんかよくわかんないんですけど、不明なんだけど、そう、よろしくお願いします。また告知します。改めて今日はね、30分ぐらいまでの配信、短い配信にしようかなと思ってます。まだ喉が、声が本調子じゃなくて、結構声を低く出す役だったのもあってね、本当に舞台見てくださった方はね、普段の声と違う発声とかだって分かってくださるかなと思うんですけど、口調とかも全然違くって、またなんか違う自分で生きてたって感じがします。明日も朝早いのでね、今日は半までしたら二歩どきを頑張りたいと思います。本当はもっとね、いつもみたいに2時間とか配信したいんですけどちょっとしばらくは参加できてないレッスンの分とかもあって、バタバタしてる。ショーケースライブが12月に初出演決まって、なんかその分他のメンバーがもうレッスン終わってる分も私ちょっと遅れてるところがあったりするので、そういうのとかでバタバタきっとしてて、2期の5周年コンサートとかもありますし、多分年末まではずっとバタバタだと思うので、また配信も体調とかスケジュール見ながらになってしまうんですけど、またできる時にゆっくり話したいと思ってるので、皆さんもお付き合いくださると嬉しいです。タワーもありがとうございます。タワーのお礼をまた待っててください。ちょっとすいません、スクショだけすくね。ありがとう、カズヤさんと、またね、遡ってるよ、今スクショしていくからね、遡り、遡れなかった、遡れんかった、遡れなかった、どう、自己申告してください。でも終わる頃に壇上見たらわかるかも、またその時スクショ撮る。あ、おみかんさんありがとう、スクショ、あ、しんちゃんさんか、しんちゃんさん自己申告ありがとう、スクショした、しんちゃんさん、おみかんさん、かずやさん、たわありがとうございます。またお誕生日の分もお礼改めて書かせていただくので待っててください。すいません、ありがとう、ありがとうございます。もう本当に久々にさ、今日お仕事で前髪を作ったんだけど、いい感じにできました、めっちゃいい感じ。あ、カツオさん、タワーありがとうございます、ありがとう、2本もありがとうございます。またホテル滞在中、稽古期間中にいただいたタワーのお礼をまだできてないので、ちょっと
お待たせしてしまうかもしれないんですけど、待っててください。すいません、ありがとうございます。前髪そう、今日めっちゃ陽気ね。クマがいっぱい並んでるタワーで、クマさん、いやもう本当になんかあっという間でしたね不安から始まったけど、終わったらあっという間で、エレタンさんと会えないことが寂しすぎて毎日あ悲しいです、寂しいですってずっと言ってて、今日も寂しいですって連絡して福岡行ったらご飯行きましょうって。もうね、みんながまだ帰りの支度してる時に私はもう出なきゃいけなくて会場を、そうそうなんですよ、みんながまだなんか全然別れを惜しみ始めてない時にもうすいませんもう出ますって言ってお世話になりましたって一人大号泣で、みんなはまだ片付けしてるからさ、全然なんかそういう別れモードじゃないし、その後もみんなあのなんかある人はあったんですよ、その舞台関連のお仕事が。で私はなくって、先にもう帰るからなくて、だから全然みそうなんか一人ただ泣いてる人いたなってめっちゃ恥ずかしかった。今になったらなんかもう恥ずかしいけど泣いて寂しいですって。でさ、今回の舞台別に全然最年少とかでもないのになんか初舞台ってだけでみんながこう本当に甘やかしてくださってて、1ヶ月間いいよっていっぱい肯定的に褒めてくださって、本心なのかもしれないけど、でもやっぱりこう気付かないようにこうきっとマイルドにこうアドバイスとかを伝えてくださってるんだろうなっていうのを感じたりして、そう優しさをねたくさん感じてて、それでもう本当になんか私さ本当はさ人間苦手ですって言ってるじゃないですか、ずっと。その私がこんなね寂しいってなるぐらい1ヶ月みんなで1個の舞台をね作り上げてきたから本当に悲しくて寂しくなっちゃった。そうで昨日はマイキューさんと2人で泣きながら号泣、お互いそれぞれの現場で大号泣して合流しました目パンパン、2人とも目パンパンで合流し、こんばんは。ね。いや本当になんか優しい人ばかりすぎて、そう、もう悲しくなりました。でも STU のことを好きになってくれたんです。そのベルちゃんっていうねベル役の子がね、あやさちゃんがもともと坂道のファンで斉藤飛鳥さんが好きなんですけど、で ST の曲をおすすめしたらいっぱい聴いてくれて、楽屋でもめっちゃ聴いてくれてて、でライブも行くからねって言ってくれて、そうブログにもねいっぱい書いてくれてるからぜひ見てください。 X の方で私引用リポストしたから、私の X からぜひ、あやたんの、エレタンさんはエレタンだけど、あやたん、あやたんはあやたん、牛タンと同じらしい、あやたんらしいです。あやたんの、ベルちゃんのねブログぜひ読んでください。過去のやつにもパセリ毎回出てるから全部読んでください。足、あ、そうなんです、足大丈夫です。ひばりさん、昨日ひばりさんがテーピングしてくださったんですで昼公演でちょっとハプニングがあって立て中にちょっと足をくじってしまったけど、ひばりさんがテーピングしてくださって今日は大丈夫でした。そう
そうなんです。昨日のお昼はなんかハプニングいっぱいだった。なんか過去一噛み倒すっていう回だった。もう舞台中は舞台袖に履けてからって言って、自分のほっぺめっちゃビンタして、もう口が全然開きなくて、ずっとビンタしてた。くってって、あ、そう、バリカンも実際にあれはあのボーンって音が鳴って震えてます。ブルブルガクガク震えて眠って、こんばんは。ファンにビンタされたい。壁の押し付けやめてください。夜公演、もう本当に昨日の夜公演が、夜公演の私の最後の叫べっていうセリフが、もう本当に過去一いい叫べが出た。昨日の夜公演が配信されてほしいって気持ちでいます、私は。絶対違うけど、絶対初日とかなんだけど、いやでも昨日の千秋楽の夜公演がめっちゃ毎回全身全霊だったんだけど、でもなんかわって自分でもハッとする、叫べっていうワードが出た。千秋楽、いやもうほんとどの回も全力でやったけど、やっぱどの回も本当に違うんですよ。全力だからこそどのセリフも言い回しというか、なんか熱量というかが、なんか目線とかも違ったりして難しいなって思うこともあったけど、奥深くて楽しいなって思って、もっといろんな役とかに挑戦してみたいと思ったし、あのひばりさんはじめ盾のね、盾組の皆さんが本当にあの褒めてくださって、いっぱいこの短期間で成長がすごいと褒めてくださって、だからもっと盾を生かして、ね、他のお仕事でも生かしてできたらいいなって思って、うん。昨日帰り際に、もっと他の舞台でも輝ける方だと思うので頑張ってくださいって演出家さんに言っていただいて、なんかちょっと突き放された感じがして寂しかったんですけど、忘れないでくださいみたいな他の場でも頑張ってくださいって言って、あ、もう私ここの舞台呼ばれないってなって寂しかったんやけど、そう言っていただけて嬉しかったです。本当に本当本当ね、私は一番エレタンさんと出会えたことが本当に本当に本当にもういい出会いでした。もうね、毎日ね会うのに毎日連絡してたんですよ帰ってから、ホテルに帰ってからもうずっと、もうお風呂入りましたかとかそういう些細な連絡とかしてて楽しかった。寂しいです。もうなんか全員が集まることってもう一生ないから悲しい、とっても悲しい。そう、もう6年先輩なんですよ、エレタンさんって。私がオーディション受け始めた時が、 ST 入るまで6年間私オーディション受けてるんですけど、その私が受け始めた時と今の私の11年、エレタンさんは HKT さんで活躍されてるから、
そう、6年後輩ってさ、私今5年目じゃないですか。だから来年入ってくる後輩と過ごすってことですよ。初対面の後輩と1ヶ月舞台で過ごすってなってさ、こんなに優しくしていただけるって、もう本当エレタンさんのそういう優しい人柄あってのことだと思うので、本当に感謝の気持ちしかないです。本当に大好きになりました。エレタンさんがあのエレはって言って喋ってくれるのが、なんか心開いてもらえたような感じがして嬉しかったし、無言の時間とかもなんかこう喋らなきゃって気持ちにならなくて、すごく落ち着いて、なんか昔から知ってるじゃないですか、こっちは一方的に。もうエレタンさんが劇場デビューしてる時から一方的に私は HKT さんのファンとして見てたからさあそう見てたんですけど、向こうからしたら6年後輩な、ね、私が突如現れたわけだから、そんな中で仲良くしてもらえて本当に本当に本当に嬉しかったです。いっぱい支えてもらいました。もう本当エレタンさんいなかったら毎晩泣いてたと思います。でもエレタンさんがいてくださったから笑顔で過ごせました。え、もうそう、歌声がもう素敵すぎて、あの CD になったらぜひエレタンさんの曲もいっぱい聴いてください。舞台袖でみんな踊ったんですよ、いっぱいいっぱい踊ってて、ずっとずっと踊ってた。そう千秋楽の夜の日はなんかカメラスマホで踊ってる姿をカメラ袖で回ってみんな回してて、あーみんなこの楽しい時間を収めたいなと思って、映像見たら私思ったよりノリノリで踊ってました。タン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 チュッチュ。そういっぱいハッシュタグガラガラでポストしてください。あの出演者みんな見てくれてるらしいです。パセリだけかと思ったけどみんな見てるらしいから、いっぱいあのパセのリプ送るときとかもね、嬉しいコメントたくさんあるから、よかったらハッシュタグもお願いします。あ、そうエレタンさん TikTok にも載ってます、あれ大好き、指揮者界隈指揮者界隈撮ってもらいました、一緒に。もうね、なんかさ、初の舞台って1回しかないじゃんね、アイドルの世界から出ての、出てといってもまあアイドルっていうね、あのグループ所属があるから、その皆さんね丁寧に扱ってくださって優しくしてくださってるっていうのももちろんあるっていうのはちゃんと自分でも分かってるんですけど、分かってるけど、それでもあのね、こうやって同じグループのメンバーがいない環境で初舞台って一回きりしかないから、その舞台でこうやって達成感があって寂しいと思えるものに出演できて嬉しいなって思います。そうエレタンさん明日公演って言ってた、ここ店らしい。そうなのよね。でも私も土曜日公演です。土曜日公演で日曜日は銀座でフェスあるから久々アイドルします。久々アイドルパーコです。今日帰ってきたらお家のポストが広告でいっぱいで、もう詰め込まれててびっくりした。いろんなピザとか多分そういう系の広告がもうぎゅうぎゅうに詰まっててすごかったんですよ。ここ店行きますわ、エレタンさんによろしくお伝えください。私も行きたい、いいな、 HKT さんの劇場行きたいな。え、行こうかな、ちょっと今度見に行きたくなっちゃった。エレタンさんアイドル姿のエレタンさん見に行きたい。
え、半になった？本当だ、もう終わる時間だわ。じゃあ今から二ほどき頑張りたいと思います。今日のビジュアルなかなか良いのでなかなか良いんですよ。前髪がいい感じでした。ちょっと薄めにしました今日。もう悲しい。紹介する、あ、これはあのね、この前キングレコードのスタッフさんがなんか千穂さんが地方公の時に飲んでた紅茶がいいって言ってたよみたいな言ってて、地方公の時に千穂さんが飲んでた紅茶いいよって言われて、それで、あ、なんか安住もこの前成城石井に言ってる紅茶がいいって教えてくれましたって言って、それですかねって言って名前調べたら、まさかの全く同じ商品で、なんと今日いただいちゃいました。買ってきてくださって、そう、嬉しい、ありがとうございます。スタッフさんからいただいた、イエイ、ありがとうございます。マネージャーさんが配ってた今日。なんかマネージャーさんがこれをなんか箱でこうやって持ち歩いてて、だからスタッフさんの間で共有されてんのかもしれない、これが喉にいいっていうのが。そうマネージャーさんが欲しい人いますかみたいな感じで配ってたから、あ、くださいって言って、この前キングレコードさんがおすすめって言ってたから気になってましたって言って、ポットありますかって聞いたら、ポットはあるけどあのコップがないですって言われて、コップないから飲めなかった今日コップないのやばいでしょ。ネットだからお家で飲みます。ありがとうございます。教えてくださったあずみも教えてくださったあずみと、教えてくださったキングレコードのスタッフさんと、あとこれを今日配ってくださったマネージャーさんをみんなにありがとう。なんかすごいね、大人気、この紅茶大人気紅茶、感謝感謝、みんなに感謝そう、二ほどき頑張る、お風呂も頑張ります、早起きも頑張る。アイスは1週間ぶりに昨日食べました。1週間ぶりに食べたよ。やっぱ体調、喉のね体調が心配だからアイス1週間禁止してて、舞台期間食べてなかったんですよ1個も。でも昨日終わってハーゲンダッツ食べましたちょっと贅沢しちゃいました、美味しかった。それを今日スタッフさんに言ったら、アイスはなんか喉にいいよって、いいって聞いたよみたいに言われて、え、本当ですか、聞いたことないけど本当ですか、本当なの、アイスは喉にいいらしいよって言われたんですけど本当ですか、私が1週間禁止してたのにそんなことある。うん、本当かもしらんけど言ってました。喉冷えるから良くないかなと思ってたけど、分からん、真相は分かりません。ではでは、そろそろ終わりたいと思います。また明日以降ね、ちょこちょこ配信で話していくので、本当に今話せる内容がさ、1ヶ月舞台の稽古だったからさ、それ以外の人生がないから日常とかも特にないの、ホテルに帰って寝て起きて稽古行って寝て起きてみたいな、もう本当にそういう生活だから、今話せる話がさ舞台の話しかないけど、多分明日には荷造りエピソードの失敗談とかが出てくると思うのでうん、ちょっと舞台見てない方からしたら
また舞台の話って思うかもしれないんですけど、それだけ1ヶ月ずっと舞台集中って感じだったので、ちょっとあの多めに見てください。多めに見ていただけたらと思います。うん、皆さんも体調にお気をつけてお過ごしください。ではでは、今日はこの辺で終わりたいと思います。はかいちゃんかっこよかった、ありがとう。私もはかいちゃんって呼ばれるのすごくさあ気に入ってて、稽古中もいっぱいはかいちゃんはかいちゃんってみんながはかいちゃん出番だよとか、次はかいちゃんのシーンだよとか言って、そうはかいちゃんお疲れ様とか言って、はかいちゃんってなれたから、もうなんかこれからの人生はかいちゃん呼びされないと思ったら悲しいので、はかいちゃんのはかいちゃんとして生きたパセリのことも忘れずにいてくださると嬉しいです。そう、作るは本名です。はかいちゃんはあだ名です。作る、作るでアルクスっていう名前です。私は作るでアルクス女王陛下なんですけど、私の本当の役名というか、そう陛下、私は女王陛下なんですけど、作るでアルクス女王陛下なんだけど、その破壊、何でもかんでも破壊していく破壊ちゃんっていうあだ名、そうあだ名で、でその主演のクラップはクラップっていう名前だけど、ガラクタって呼ばれてる、影でガラクタって呼ばれてる、だからガラクタと破壊ちゃんの物語って感じです。でもなんか、え、待って、これだけ話したい、あのね、ファンの方からのなんか感想の投稿に、あのクラップと酢の物がくっつくストーリーですよねみたいなやつ書いてあって、めっちゃおもろくて、クラップと酢の物、確かに私もクラップと酢の物の分かる、分かる、その視点ってめっちゃ思って、なんかね、私ヒロイン、はかいちゃんヒロインだけど、なんかそのクラップと、別に主演のクラップとそういう何ずっとバチバチっていう か、 そう、なんかよくドラマであるさヒロインみたいな感じじゃなくて全然違うんですよ。なんならその主演に向けてめっちゃ盾で剣振ってるから全然そういうあれじゃないんだけど、確かに酢の物とクラップはなんかそういうなんかサイドストーリーあっても面白いって思って、それが個人的にファンの方からいただいた感想でツボでした。あ、わかるよって共感って。そう、酢の物は私の大好きなゆらゆらが、ゆらゆらがめっちゃ可愛い美人、 STU の2期生のセミナーにも参加してたんですよ、ゆらゆら。 STU48 号でね、セミナーに参加した子が今なんと女優さんとして活動されてて、で今回共演したっていう、なんか運命の出会い。そう、山口県出身なの、佐藤ゆらちゃん、はい、3個下かな、3個下ぐらいです、ん、もっと下かな。そう、広島出身の子もいたり、ダンサーさんにも広島出身2人姉妹でいらっしゃって、もみじまんじゅうトークしましたおすすめのもみじまんじゅう屋さん教えてもらいました、宮島にあるよって言ってもらって、今度行きたいと思います。ということで、なんだかんだ喋りすぎちゃってこんな時間になっちゃったちょっと水飲もうかな、一旦水飲んできます、ちょっと一瞬お水タイムしてきます。水、おいしょ、飲んだ。いや本当に昨日舞台終わって配信できなかったからさ、
やって。なんかでもなんかさ、なんか本当に1ヶ月さずっとその台本のセリフを言うっていうのに慣れてたから、言葉をうまくまとめるのができなくって、最近思ったの、アフタートークで思ったし、今日その書き物の提出物があったんですけど、それもうまく言葉をこうまとめられなくって、あやばいってなってて、今日の配信もなんかこう言葉上手に伝えられなかったです。脳みそが多分疲労を感じてるのかもしれない。アフタートークも難しかった、楽しかった。アフタートークのアフタートークが3回あったんですけど、3回ともトークテーマ違くて、話した内容をまた、なんかせっかくならさブログにあげたり、メールとかよりさもっと見てもらえる場にあげたいなと思ったけど、 STN のブログって会員さんじゃないと見れないじゃないですか。で今回その舞台で共演した方々のブログとかを、こうベルサユちゃんのブログをね、ベルちゃんサユちゃんのブログを見に行ったりして、なんかすごいね、あの初めて知る情報、出てる側なのに初めて知る舞台裏の情報とかも書いてあったりして、すごく楽しませてもらって、せっかくならいっぱいの人に見てほしいなと思うから、いっぱいの人に見てもらうなら、ちょっと口が回ってない、いっぱいの人に見てもらうなら、もう X かインスタしかないじゃないですか。そうだからね、その X の方で昨日の夜終わってから移動中とかもずっと一人一人の役の方に、この役のこういうセリフが好きでとか、このシーンがめっちゃお気に入りですとか書いてたんだけど、なんか一人一人に書きすぎてめっちゃ長文になっちゃって、であの ALT 画像の ALT 1000文字まで書けるんですよ、1個につき1000文字を、画像を4枚、1000文字ぎっしりが2つと、あとちょこちょこが2つとで、2500ぐらいは書いたよ、2500文字ぐらいを ALT に書いてしまって、わこれはさすがに気持ち悪すぎると思って全部消して、全部消したんです。そうで、やっと今日の昼にアップできました。なんか好きなシーンが多すぎて書きすぎちゃって、そう気もがられるかなと思ってやめた。からまたどっかでまた書きたくなったら書きます。ブログがね、みんな見れるやつだったらブログにバーってまとめて書きたいけど、また時間あるときに書けたら書こうと思います。でも個人ファンクラブのブログにもあげたいしね、難しいな、どれをどこに、メールに書くかショールームで話すか、なんか難しい、毎回思うの、どれをどこに情報を出すか大事だよね。インスタ2000文字なら書ける。足りないじゃん、足りんやん。だから今日とりあえず X 投稿したのは ALT にダンサーさんと盾チームと荒川さんっていう、あのアフタートーク1日目に出てきた女性 の、 あの音楽の担当のスタッフの方のメッセージ書いて、あとメイクさんから、あそうメイクさんに髪飾りいただいたんですよ。そうまた明日配信で紹介しますね。あ、今紹介しよう、結局いっぱい喋っちゃってる。待って、持ってくる。私がね、欲しいって言ってメイクさんにお願いして、これはこれ本当はこう襟につけるやつらしい、襟につけるやつを髪飾りにこう作り変えたやつらしいですけど、これはなんでいつもつけてたかっていうと、
銀の髪の毛だから、私黒髪だからどうしてもウィッグかぶっても、ウィッグのあのさネットかぶっても出ちゃうんですよ、黒髪のこの生え際が。生え際を隠す用のこの装飾でした実は。だからこのパンフレットの時とかは髪が顔にかかりすぎて、ほら目にかかってるじゃないですか。でこれだと縦中に髪がこうもわってこう全部前に来て貞子になっちゃって前が見えなくなって、でそれが舞台本番の数日前に発覚して、でメイクさんがこうやって髪飾りを作ってくださいました。これとそういっぱいいっぱいあるんですよ、めっちゃあるの本当に。ちょっと待ってよ、これこれと、これはゲームセンターで撮ったらしい、あのゲームセンターのスクーゲームで撮った昔撮ったやつって言ってました。とこれと最終日に新しく追加された髪飾り、これは後ろについてました、最終日限定の髪飾り、かわいいよね、めっちゃ気に入ってます。衣装さんじゃないメイクさんも破壊ちゃんって呼んでくださってて嬉しい、ありがとうございます。メイクのこうちゃんさんからいただきました、ありがとうございます。またインスタにも載せます、 X にも載せました、インスタにも載せます。そうもらえて嬉しい、多分これは汗が染み込んでる汗染み込みまくりです、大事にします。ということで半に終わるとか言ったら全然50分までしちゃったんですけど、時計合ってるよね多分、私んちの時計いつもずれてるけどすいません、結局長々と話してしまって、それでは終わりたいと思います。ありがとうございました、上手に話せなかった、ありがとう。では男女読みたいと思います、いきます。13位クロさん、12位マモルさん、11位大吉さん、10位一粒の麦もしさん、9位福ちゃん、8位メロンのあそこさん、7位 G2 さん、6位ゆうたくん、5位かずのしんさん、4位おみかんさん、3位かずやさん、2位しんちゃんさん、1位かつおさん、ありがとうございます。皆さん配信見てくださってありがとうございました。昨日できなかった分今日ゆっくりではないけど、なんか喋りたいことありすぎて頭整理できずバーって話しちゃったけど、もしかしたらなんか言葉の言い回し的にうまく伝わなかったとか、なんか違う解釈されちゃう言葉があったかもしれないと思ってちょっと心配なんですけれども、今日はマネージャーさんにいただいた、マネージャーさんがくださったこれを飲んで寝ようと思います。楽しみ、私紅茶飲めないけど喉にいいって言うから飲んでみる。マネージャーさんもありがとうございます、絶対見てないけどパスないしありがとうございます。では皆さんまた明日お会いしましょう。またね。ありがとうございました。